ジェフ・ハンネマンはアメリカのミュージシャン。スラッシュメタルバンドスレイヤーのギタリストとして知られる。カリフォルニア州オークランド出身。父は第二次大戦中にノルマンディ上陸作戦に参加し、兄はベトナム戦争に従軍。退役軍人の多い家庭であったことから、戦争が家族間の共通の話題であった。ハンネマン自身もテレビで戦争映画を見たり、戦車や戦闘機のプラモデルを兄弟と一緒に作ったりして育つ。このことは後の彼の創作活動に影響を及ぼしている。特に象徴的なのがナチスの医師であるヨーゼフ・メンゲレによって強制収容所で行われた人体実験について書かれたエンジェル・オブ・デスである。この曲はスレイヤーの代表曲となると同時にその歌詞の過激さが物議を醸した。1981年にケリー・キングと出会ったことがきっかけとなり、スレイヤーを結成。多くの曲で作曲を務め、エンジェル・オブ・デスのほか、レイン・イン・ブラッド、ウォー・アンサンブル、シーズンズ・イン・ジ・アビスも彼の手によるものである。リフは自宅でオーバーダビングやドラムマシンを用いて作っており、必要に応じて他のメンバーの意見を参考にしている。2011年に右腕を毒蜘蛛に噛まれたことで、壊死性筋膜炎を発症し、療養のため一時的にバンド活動から離脱し、代役としてエクソダスのギタリストであるゲリー・ホルトが参加した。2013年5月2日、肝不全により死去。49歳没。ESP、ハンネマンカラーリングモデルのギター初期は、ギブソンレスポールや B.C. リッチ等を使用していた。その後、ジャクソンのソロストを経て ESP とエンドースメント契約を結び、アーティストモデルとして発売されたジェフ・ハンネマンモデル、写真参照。ただしこのハイネケンのラベルを模したハンネマンカラーリングのギターは本人のみの特別仕様で市販されていないを愛用していた。ジャクソン以来、EMG 社製ピックアップとケーラー社製のビブラートユニットが標準となる。ギターアンプは終始一貫してMarshallを使用していた。ケリー・キングが軽いピッキングでありながらヘビな音色を刻むのと対照的に強いピッキングで演奏するのが持ち味であり、ギターソロの際に弦を切ることがしばしばあった。ありがとうございます。